はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、皆さんこの残骸爆破というカードご存知でしょうか。これ自分の墓地のカードが30枚以上の場合に発動できるっていう、なんかヤバすぎる条件で発動できるカードなんですけども、相手のライフに3000ポイントのダメージを与えると超シンプル、30枚以上だったら、相手のライフに3000バーンっていうねカードなんですけども、このカードを使って今日は、ワンキルをしていきます。このカードの効果を3回発動していくというデッキになってます。はい、これね、今まではやっぱ結構なんかその専用構築というかコンボパーツが結構多くて大変だったんですけど、史上最強カードトランザクションロールバックが実装されたことによって、なんとですね、デッキのカードを全部墓地に送るだけでこのコンボ成立するようになりました。はい、全部のカードをデッキだから全部のカードを墓地に送るだけで、このコンボ成立するようになりました。で、すげえ、簡単にそのデッキのカードを墓地に送る手段がやっぱ遊戯王、現代遊戯王にはありましてね、このギミックはちょっとソリティアを対戦とか見ていただければわかるかなと思うんで、ちょっと早速ですね、この残骸爆破という史上最強ウルトラ C 宇宙、最強通常トラップ、これ3回発動していこうと思います。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。あー、割とね、反動は強そうですね。これ一回ちょっとスモールワールドぶち込んで、ちょっと相手の誘発チェックします。スモー発動したいんです。なんかあります。じゃあマジで、増字だけほんとやめて。増字、うららはいい。あ、うららはいい。うららはいい。うららはいい。うららはマジで本当にありがとう。うららはマジでありがとう。これはね、神だね。ここへのうらら。まあ、サイバレットマイニング持ってんだけどね。サイバレットマイニング純正芸になったの結構痛くて、なんかサーキュラー持ってくる手段まあまあ減ってんだよね。まあ一応スモアとサイバレットマイニングとサーキュラーっていう、一応まあその枚数分、まあちょっとスモールワールドは、まあ、条件によっては使わない時もあるんだけど、はい。でサーキュラー特集、ちょっと OK、 増字なそうだな。でシグマ特集、あとはまあニビルさえ飛んでこなかったら多分いきます。サーキュラー効果、ここで、レベル4のモンスターに対してオーバーレイエキシード召喚。ちなみに今からですね、皆さんにですね、デッキの中のカード全部墓地に送るというコンボをね、お見舞いしたいと思いますんで、これクソレッカーの皆さん、要注目、要チェックやでといったところですね。はい。で、サブトラを加えまして、で、サブトラちゃんを手札から特殊召喚します。はい、どうやってね、墓地に送っていくかっていう話なんですけども、サイバーステッキっていうのはですね、デッキの中のカード全部墓地に送る融合モンスターいましてですね、ちょっとそれを使っていきます。ダランベルシアンと、なんだっけこれ、サブトラで、サイバースウィキッド出して、で、残機方程式を発動。自分の墓地から残機モンスター特殊召喚。あ、これちなみにね、誘発全部食らうんで、うらら食らう、増字重い、無限包容クソ重い、B セットバカ食らうという、仕様にね、全誘発を食らう最強の仕様のデッキとなってます。全誘発を食らう最強デッキとなってます。で、ブルルアットイグニスターの効果発動して、ゴーヒロミアットイグニスターを墓地へ送る。で、一旦サイバースウィッチを、ダラン以外のところで作ります。はい。で、ダランの効果起動しまして、自分リリースすると、自分の墓地から、残機特殊ができるんで、こうリング先に特殊するとサイバースウィッチがびっくりして、儀式魔法と儀式モンスターを持ってくることができるんで、これでサイバネットリチュアルと、なんだっけ、ナイトオブスタームドラゴンを持っていきましょう。はい。で、サイバースウィッチがこの1番の効果発動していると、2番の効果で、ゴーヒロミアットイグニスターが特殊ができるんで、これ特殊召喚すると、デッキから、ゴーヒロミ以外のイグニスター持ってこれるんで、これでピカリ持ってきまして、で、3体で、ダークナイトアットイグニスターを作っていく。はい、かっこいいな、ダークナイトアットイグニスター。イグニスターデッキはね、ちょっとあんま俺触ったことなくて全然わかんないんだけど、動きなんだけども、このなんかソリティアムーブにだけは使ってんだよね。アットイグニスターデッキは回せない。で、これ、ダークナイト、アットイグニスターの効果、リング先にモンスターが出たので、自分の墓地から、なんか、イグニスターが出せるよ、みたいな効果ありまして、これでリング先にボンボン出していく。はい。はい。
で、ピカリは効果無効っていうから何もしないで、でここで一旦シンクロ召喚します。ウィンドペガサスアットイグニスター、でウィンドペガサスアットイグニスターのシンクロスターになった、ブルルの効果によって自分の墓地の、ピカリを特殊召喚で、これ効果有効になってるんで、ピカリ効果で、気合持ってきます。で、ナイトブストームドラゴンの効果、まあ、今回使わなくてもいいんだけどダブラスあるから、でダブラスを、特殊召喚して、あタブラスかで、2体でファイアーウォール31、ね、ネオテンじゃない方、どうだっけこれか、ファイアーウォール、ファイアーウォールネオテンをするだけなんだよね、基本的にはリンクモンスターいっぱい墓地の食いながらで、気合発動してダークナイト蘇生させてリンク3分になるんで、こいつがはい、でこれを特殊召喚して気合入れて、気合入れて、ネオテン出していきましょう。で3、4、5とで、これで、まあ、好きなカード、好きなサイバーストーク墓地をくれるんで、ネオテンの効果起動します。でこれでクロックワイバーン墓地を送ります。あれだ、このなんで俺クロックワイバーン2枚入ってんの、これクロックワイバーン2枚入れる必要ねえな、ちょっと後で抜くわ。で、ファイアウォールドラゴンの効果起動、タブラスを回収する、でタブラス効果クロックワイバーンをプラに回収しながら特殊召喚、はい、で一旦インボーカーを出しまして、でそうすると、リンク先のモンスターが動いたんでファイアウォールドラゴンがびっくりして、手札からサイバー出力出せるんで、これでクロックワイバーンを盤面に出力していく。でクロックワイバーン特殊が成功したらトークンが出る。でトークンにはレベル1なんで、ちなみにこれリンクリボンに一応変える。これリンク数のね、あのかさ、ま、リンクモンスターのかさ増しというか、まあ、リンク数の調整というか、はい、でクロックワイバーンの前にちょっと一回プロキシ F マジシャン出します。はい、でプロキシ F の効果で融合します、フィールドモンスターでね。でクロックワイバーンとこれファイヤーウォールにしましょう。こうすると、まず一旦クロックワイバーンの、クロックワイバーンじゃねえ、サイバースクロックドラゴンの効果によってリンク素材にしたモンスターのリンクマーカーの数だけでトップから墓地に送るという効果で、これ4枚墓地を送ったトランザクションロールバックいった。で一旦クロックリザード作る。でクロックリザードの効果、自分もリリースして自分の墓地のサイバースクロックドラゴンデッキに戻して、自分の墓地のモンスターソアにして融合する。クロックワイバーンとこれだから22になればいいんですよね。だからこれ5でしょ、5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 22、多分合ってる。ごめん、これで、ね、たまにね、算数間違えてね、デッキ墓地送らないときあるから、これ22だよね。22。ちょ、合ってるはず。これちょうど同じリンクマーカーの数にしてください。残りのデッキの枚数と。まあ、微調整はできるんで。で、これサイバースクロック出すと。で、サイバースクロック効果。さあ、22枚のカードを、よし、墓地送っていく、おいおいおいあいデッキのカードが全て墓地を置きました。リンネルサンサーラの効果。リンネルサンサーラ効果発動して、レビオニアが、回収され、で、レビオニアちゃんの効果、自分の墓地から、光属性モンスター3体除外すると特殊召喚しますよみたいな効果あるんで、まあ、これ光属性のモンスターはね、死ぬほどいるんで、やべ、時間ね。で、レビオニア、特殊。で、特殊に成功すると自分の墓地からモンスター特殊召喚できるんで、これで、ジャンクコレクター特殊召喚。はい、でまず一発目のインチキ、効果発動しましょう。ジャンクコレクターの効果、このカードと自分の墓地の通常トラップカードをゲームから除外することによってこのカードの効果をコピー、残骸爆破3000万残骸爆破3000万、これ1回目のインチキ効果ね。で2回目のインチキ効果、トランザクションロールバック効果で、自分の墓地の残骸爆破コピーして、3000万で、エンドフェイズ、アイテムドローフェイズ、トランザクションロールバック効果残骸枠化の効果コピーして3000万これ1
回も正式に残骸爆破発動しなくて草。3回とも全部インチキャストです。これさ、意外とさ、なんか薬っ気なんだけど、後手もなんかね、ファイアウォールとかアクセス2連打とかでね、ワンチャン勝てんだよね。なんかソリティアリ、あと展開通るんだったらサイバースクロックドラゴンで一発ぶん殴るみたいな、あれでも勝てるから、なんか相手の妨害によってはなんだけど、これ後手も勝てるっていう先行アンケートデッキとなってまして、これ素晴らしいですね。後手勝てるサイバースデッキ、先行アンケートデッキなかなかないからね。これ非常に素晴らしいデッキとなってますね。はい、まあ、クシャユニはちょっときついな、普通に。でもクシャユニは普通にきちい。レベル7ドラゴサック、何ドラゴサックきた。よくわからないことが起きてるな。なんか全然知らない展開してる。大ミナレビーやばい。いやでも俺の盤面にモンスターいねえわ。俺の盤面にモンスターいねえぞ。大丈夫か。デスキャスター、はあ、デスキャスター、大ミナレビー、何これ、どういうこと、わけわかんねえぞ。何しかしてんだ。グランドキーパー、何スネークアイステでグランドキーパー特殊召喚。もう悪魔族しか出せないけどいいのそれで。グランドキーパー効果、はい、グランドキーパー効果で自爆モンスター特殊召喚。なんか急に自爆シーン始まったんだけど、ちょ何これ、スネークアイかと思ったら急に自爆シーン飛んできたぞ。わけわからんぞ、まるでわけわからん。どういうことや、自爆炉どういうことや。ちょガチでわからん、何が起きるんや。ラインウォーカーと大稲荷、大稲荷はちなみにカレー術ひじりっていうマジでやばいトラップカードがあって、それを持ってこれるんですけど、あ、これあれか、フランベルジュリリースして3000バーってこと。俺これ死ぬ、これカレー術くれない、カレーひじりじゃねえや、くれないと、カレー術くれないの効果、ラインウォーカー特殊召喚、なるほど、自爆融合、自爆融合、はあ、自爆融合、ジオグリフォンデスキャスター、ジオグレムリーナ、なるほど、ジオグレムリーナで自爆モンスター持ってくる、なるほどね、なるほど、はあ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 、はい、自爆超進化、なるほど。ちょっと待って、なんかすごいやばい動きしてるんだけど、これ全く見えない、これ何が起きるんだろう。デーモンカオスキング、自爆超進化、はい。は、自爆超進化効果、アスラピスク、はい、自爆炉発動、召喚が1回増える、自爆死モンスターの召喚が1回増えます。あーこれ、あーやばいね、3000なるね、俺のライフ。あーそういうことか。そんなことしなくてもこれアスラピスクのバーンで勝てそうですけどね。なんかえらい回りくどいことしてません？自爆融合の効果何それ？何自爆モンスター出す、そんな効果あったの？何それ？あ強っ、普通に。それなんかものすごい量のソリティアしたけどさ、それ絶対さ、そのアスラピスクでさ、なんかバーンした方が早いと思うけどな。これすごい勢いで、カレー術くれない発動されそうじゃない？これ、俺。大丈夫？大丈夫じゃないんだけどね。ジョグレームリーナ。はい。それ特殊召喚だから。これであれか。邪眼神殿で特殊召喚しの効果が発動できるみたいな。邪眼神殿じゃねえか、今、フィールド魔法。やめろ！やめとけ！ターン回ってこんかったわ。